こんにちは、アキラです。ということで今回なんですけども、超上級者向けフリービルド、これができれば編集最速になれますというテーマで動画をお届けしようと思います。ということで今回の動画はフリービルド講座第4弾、超上級者向けのフリービルド講座の動画になるんですけど、一応フリービルド講座の動画ね、今回紹介していくこちらで最後という風になっております。今回紹介していくフリービルドっていうのは、僕自身が編集をめちゃくちゃ早くすることができた、建築技っていうのを爪にね詰め込んだフリービルドを紹介させていただこうと思います。編集が早くなりたいという方だったり、超上級者向けのフリービルド知りたいという方は、この動画をぜひ最後まで見ていってください。そして今回の動画を見る前に、まだ初心者向け、中級者向け、上級者向け、こちらのフリービルド講座の動画を見てない方は、こちらの動画を見てから今回の動画を見ることをお勧めします。それでは早速、本編の方入っていこうと思います。クリエイターサポート AKIRA285、 よろしくお願いします。はい、ということで早速解説入っていこうと思うんですけど、一応今回も本題に入っていく前にみんなのコメントを読むコーナー早速やっていきたいと思います。まず一つ目のコメント、質問です。アキラさん、上手くなるためにどんな練習をしましたか？まあどんな練習をしてきたかって言われると、まあエイム練習をやってきたり、対面練習をしてきたり、編集練習、フリービルドとか、まあたくさん練習をやってきたっていうね、答え方しかできないんですけど、まあやっぱりね、上手くなるためには、実際に自分よりも上手い人に直接教えてもらうっていうのがね、一番効率いいのかなとは思います。まあなんかそのフレンドさんとかでね、めっちゃ強いなって思う人とか、あ、この人俺より上手いわってね、いう人がいたら、その人に直接 1v1 とかしてね、あの自分の弱点、どういうとこが弱いかなっていうのを教えてもらうことをおすすめします。次のコメント、最近フォトナが伸び悩んでます。何かいい方法ありますか？まあさっきの質問とね、ちょっと似てるところはあるんだけど、まあやっぱ伸び悩んでる時っていうのは、それ自分一人でね、なんとか解決しようとしても、やっぱ難しい部分ってあると思うよね。やっぱさっきも言ったように、上手なフレンドさんとかね、自分よりも上手い人とかに直接教えてもらうことによって、フォートナイトって上手くなれると思うから、自分よりも上手い人に教えていただくことが大事かなと思います。で、ちなみになんですけどね、これ別に宣伝とかじゃないんですけど、まあ、僕のメンバーシップではね、僕にフォートナイトを直接指導することができたり、まあ、月に1回やってる参加型の時とかに、僕にね、直接コーチングを受けることができたりします。もしフォートナイトね、今伸び悩んでるという方だったり、もっともっと上手くなりたいよっていう方は、ぜひメンバーシップに、加入されてください。すいません、実は宣伝です。じゃあ次のコメント、質問です。ルナさんみたいに視点をきれいにして戦うのと、小枝さんみたいにロー選手で視点入るの、どっちが効率ですか？まあこれに関してはね、自分が好きな方の視点を真似するべきかなとは思います。まあやっぱそれぞれ早い視点遅い視点ね、両方にメリットデメリットがあると思いますんで、自分がどういったプレイヤーになりたいか、それを一番ね大事にしていただきたいなとは思ってます。まあこのルナさんにしても小枝さんにしても、アジアのトッププレイヤーには変わりないので、まあどちらの視点もね真似して間違いはないと思います。次のコメント、アキラさん、ためになる動画ありがとうございます。スイッチ勢なんですが、通常マッチは全然 W キーで10何キロくらいできるのですが、アリーナが3キロくらいして PC に初動で負けてしまいます。アリーナが7500ポイントで止まってます。どうすれば改善できますか？まあ、正直ね、7500ポイントってめちゃくちゃ高いやん。もうチャンピオンリーグ行っとるから全然すごいとは思うんやけど、まあ、それじゃね、多分満足できない体になってしまっとるってことよね。まあ、PC 勢に初動負けてしまうっていうんであれば、まあ、やっぱそのスイッチのね強みのエイムアシストとかを使った戦い方で、ちょっとゴリ押し気味とかエイム勝負に持っていった方が PC 勢の人には勝ちやすいかなと思います。まあただどうしてもね、スペックの差っていうのはありますんで、ある程度ねしょうがない部分はあると思うんですけど、まあただね、そのアリーナってめちゃくちゃ猛者が多いと思うんですけど、まあそのチャンピオンリーグ帯とかそのレベルで、3キルできるっていうのはすごくね自信を持っていいことだと思いますんで、今後ともね、練習の方頑張ってください。マジで応援してます。はい、ということで今回のコメントを読むコーナーはここで終わりたいと思います。また次回の動画でもたくさんコメント読んでいきますんで、よかったら気軽にコメントの方お願いします。はい、ということで実際ね、まあ、本題の超上級者向けフリービルドの解説に入っていこうと思うんですけど、まあ、まずはね、フリービルドがどういったものなのかっていうのを見ていただきたいので、まずはね、こちらをご覧ください。どうぞ。はい、まあこんな感じですね。まあ正直この内容が超上級者向けなのかっていうのはぶっちゃけわかんないです。ただ僕自身ね、本当に編集を早くするためにやってきた建築技っていうのは、まあ、今回紹介させていただいたこちらの建築技になりますんで、まあ今回はね、この建築の内容を超上級者向けというふうにさせていただきます。
ということで、まあ実際ね、今からはこのフリービルドの内容はどういったことをやってるのかっていうのを解説していこうと思うんですけど、まず最初にやってるのはトリプルエディットからのこの横跳びですね。はい、まあこれ FNCS で2連覇を達成したルナさんが使ってる、横跳びになるんですけど、これが本当にね、建築バトルとかで成功したら上からの被弾っていうのをめっちゃね防いでくれて、上を取り返すことができるっていう感じの超ね強い技という風になってます。でやり方の方説明していこうと思うんですけど、やり方はまず最初ね、トリプルエディット、床屋根を建築して床屋根編集で、壁建築して壁を編集で、この後にこういう風にジャンプをしながら壁をまず出します。で床屋根を出して階段で着地、もうここまででめっちゃむずいよねでこの後さらにね複雑になるんですけど、次ここの床を編集して、視点を上に向けてここに壁を置いて横跳び、あ、マックスコードいった。ここに壁を置いて、まあここのこの横跳びね、この自分が階段の上に乗る横跳びで、そっから、反対向いて壁床階段を建築して切り返して登っていく。もうこれねすっげー難しい。俺これ取得するのにねマジで時間かかったんで、本当にもうめちゃくちゃ難しい技ではあると思うんですけど、取得できたらね本当にめちゃくちゃかっこよくなれると思いますんで、まあ、まず一つ目のね建築技はこの横跳びという風になっております。はい、で一応コツなんですけど、まあコツは普通に、まあまずトリプルエディットができるっていうのが大前提と、このエディットをした後のね、その建築を出す順番っていうのが大事で、まず最初にこういう風に視点をこっちに向けて壁出して、床屋根で階段で着地、なんかこの順序をねしっかりとね覚えるっていうのが大事かなと思います。はい、こんな感じね。これの順番がちょっと狂ってしまって、最初に屋根が出てしまうとこういう風にね、下に屋根ができてなんかいろいろ下ってしまったりもするんで、この順番をしっかりと覚えるっていうことをやっていただけたらと思います。で横跳びが終わった後の動きなんですけど、横跳びが終わった後はこれですね、これエレベーター建築、まあこれもねプロの人とかが、ちょこちょこやってるの見たことがある人いると思うんですけど、自分のポジションがここにいるとしたら、そこの上に対してなんかずっと登っていくことができるっていう感じの建築技ですね。もう垂直にこう登っていけるみたいなね、イメージ。まあそのめちゃくちゃ強いかどうかって言われると、まあそんなに強くない技ではあるんですけど、まあ上からの被弾を防ぎながらねこんな風に登っていけるっていうのと、まあシンプルにキャラコンとなんか編集の練習になるっていうのはね結構あるんで、一応この技もね超上級者向けに入れさせていただきました。でやり方の方を説明していこうと思うんですけど、やり方はまあ普通に床屋の編集をします。でこの時はまあ一マスがいいかな。でこの後に上を向きながら壁、屋根、床を建築します。でこの後リセットで、その後また屋根をこういう風に編集して、また屋根床を編集で、こんな風に登っていくみたいな、これをなんかひたすら繰り返していくって感じ。はい、で一応これのコツなんですけど、コツはねタイミングをつかむのが大事ですね。なんかこう来てタン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 みたいな、なんかこのリズムをね覚えるのが結構個人的にはすごく大事かなと思います。まあこれもねぜひ取得してほしいなと思います。はい、でこのエレベーターの後の動きを説明していくんですけど、この後はねボックス進行にこの階段編集を入れたやつですね。はい、これもうこれ本当に無限にできちゃうっていう感じの編集なんですけど、まあこれもね結構最初めちゃくちゃ難しいんですけど、慣れてきたらねすごく楽しいので、ぜひ取得してほしいなと思います。でちなみにねこの階段編集プラスボックス進行のやつができるようになると、モングラールクラシックがめちゃくちゃ上手くなれたり、その階段編集がねすごく速くなれるんで、結構ねその実践の時とかに、あの階段編集の練習ってめちゃくちゃ役に立ってるっていう風に感じることがね多い編集かなと思います。なんか実践のなんかこうやってモングラルクラシックをやる時であったり、まあなんか敵の上の床屋根を取った時とか、この階段編集がね、速くなってピースコントロールをね上手くなれたりもするんで、確実にやった方がいい編集かなとは思います。でやり方を説明していくんですけど、やり方はまず床を建築で、壁建築で、壁を4マス編集で、階段建築で、階段編集で、床でキャラコンしていって、
自分の行きたい方向に対してまた壁を建築で壁編集で階段建築で編集で床、これをまあなんかひたすら繰り返していくって感じかな。こんな感じ。はい。で一応コツの方も説明しておくんですけど、コツはなんかね、個人的にキャラコンが結構大事と思っとって、まあ、今ねこのオーラの動きを見ていただいたら分かると思うんですけど、結構ねなんかジグザグに動いてると思うんですよね。なんかこういう風にね自分のキャラクターが階段を編集しやすい立ち位置に持っていってあげるとね、かなりね編集がスムーズにいくかなという風に思いますんで、まあ、キャラコンをね意識してこの編集をやっていただけたらと思います。でこのボックス進行が終わった後なんですけど、この次はねこれですね、これ、はい。まあ、よく見る生きる編集だと思うんですけど、こういう風に下に1回行ってまた上に登ってくるみたいな、なんかこんな感じだね。下行って上に来るみたいな、まあ、これ正直ね実践とかで全然使えないっちゃ使えないんですけど、本当になんか編集の速度を上げるためにめちゃくちゃやってたって感じかな。あーでも実践で役に立つっちゃ立つか。自分よりも敵が一段下にいる時とかの床屋根を取るスピードっていうのがすごく上がった気がする。これは床屋根と階段を取るまでかな、この動き。そこはまあメリットかな。うん、まあピースコントロールが上手くなれるっていう感じの生きる編集ですね。で一応やり方の方を説明しておくんですけど、やり方はまず、床屋根を建築します。で床屋根を一マス編集で階段を置きます。で上から階段をこういう風に反転編集させて、降りながら壁を建築で壁を4マス編集してまた階段を置きます。で上りながら床屋根を建築して床屋根を編集していって、また壁を置けたら壁を置いて、でそこから編集してこんな風に、上っていく、これですね。はい。で一応コツも話しておくんですけど、コツはなんかねもう本当にキャラコンと連打力って感じかな。難しいな。これはなんかもうひたすらなんかやり続けて、なんかいつの間にかコツをね掴むっていうのが大事なんで、もうとりあえず連打力プラスキャラコン、まあ、この2つを意識してなんか日々ねコツコツやっていただければいつの間にかできるようになるっていう感じの技かなとは思います。はい、はい、ということでいかがだったでしょうか。一応今回はね、これをやっていただければ編集が最速になれますよっていう感じの、建築家と詰め合わせたフリービルドを紹介させていただきました。まあ本当僕自身ね編集ってあんまり早くなかったんですけど、今回見せたこのフリービルドをずっとやってたら、編集が早くなれたっていう感じのものを紹介させていただきましたんで、編集が早くなりたいという方だったり、超上級者になりたいという方はこのフリービルドをぜひやってみてください。ということで今回で一応フリービルド講座の動画は、終わりという風になっております。またねちょこちょこ建築講座とか、まあなんか新しいフリービルド、まあこういった形もおすすめですよっていうのがあったら、随時紹介していこうと思いますんで、またこういった動画を見たいという方はチャンネル登録、高評価、コメント、通知をお願いします。ではまた次回の配信か動画でお会いしましょう。ありがとうございました。